スポーツとゲーム。ゲームを選ぶと太り。キュウリを食べると痩せる。エスカレーターと階段。エスカレーターを選ぶと太る。なんなんだこのゲームは。なんでハンバーガーとキュウリぶら下がってんだろうな。太りすぎて起きたー。という広告をやたらよく見るので、今回は暴動のダイエット欄、やっていきましょう。前に暴動で男が太ってるゲームあったな。人気あったから、女版も出したんでしょうかね。最初は太ってますが、キュウリを食べると痩せる。でも次はハンバーガーだぜ。2個食い。とんでもないデブになったな。しかしキュウリでみるみる痩せていく。キュウリで痩せたおかげでジャンプできるぜ。この細さなら、落ちる心配もありません。そして暴動名物ボーナスゾーン。ハンバーガーかキュウリを選んで、段差を乗り越えるか、ガラスの壁を突き破る。デブのパワーと細身の跳躍力。暴動にしてはかなり簡単なラストですね。そして最終部に宝箱だぜ。ここに入ってるのはもちろん、スキンを解放するためのコイン。何が出るかな？何が出るかな？太った女、もう一丁。何が出るかな？何が出るかな？太ったマスクの男、そしてまた太った女を入手。太った人ばっかだな。お次。サメたー。なんでサメいるんだよ。しかもこのサメ、ブクブクに太ってますね。このゲーム太ったキャラしかいないぜ。歩き方は意外にもスマート。みんな同じ歩き方してるからな。下り坂はスピードアップ。デブなのでしょうがないですね。財政な悪口じゃねえか。あーもう、強制ハンバーガー。しょうがなくもう一個。次割れる床だぜ。耐えられるか？あー。サメなのに泳げないのかよ。キュウリをもっと食べよう。食材を変えてみました。太る食べ物が、ピザ。痩せる食べ物が、なんだこれ？ブロッコリーです。ブロッコリーは栄養満点なのでダイエットにいいって、中山きんに君が動画で言ってました。キュウリより健康的に痩せられそうな食材だぜ。げげ、この太さで落ちないかな？めっちゃ傾いてるな。ブロッコリー食べながらだんだん痩せてるので、ギリ耐えてます。おお、スリムになった。あの壁は太ってると越えられないぜ。ピザ避けられる幅あるので簡単です。やたらブロッコリー置かれてるぜ。そしてこの壁を越えていくと、もう残すはボーナスゾーン。食材が変わってもやることは変わらず、太って壁をぶっ壊すか、痩せて段差を越えていくか、ここの部分だけエネルギー効率おかしすぎるぜ。一瞬で激太りして、一瞬で激痩せします。とっても簡単なので、またクリアできましたね。最後はブックブクに太って終わったぜ。